ですか、ラジオをやってみて、これは天気予報に限らずですけど、はい、二郎さんにとってのラジオって何ですか。そうですね、あの防災っていう面ももちろんなんですけれど、やっぱりラジオっていうのは何かあの緊急な、例えば事件事故があった時にすぐに情報を差し込めますし、そういうフットワークの軽さっていうのは私も同じことを感じていて、あともう一つ感じるのが、私お茶の間っていうんですかね、ある意味ラジオってもちろん防災の面も役立ちますし、はい、ちょっとお茶の間のような面も持っているなっていうふうに思っています。聞いててよかった RKB ラジオ。バーチすごいはっきりしてますね、あのさん。はい、聞いてみます。じゃあ聞いてみましょう。聞いてみようか。はい、福岡市早良区の浜崎愛乃です。背泳ぎを頑張ってます。聞いててよかった RKB ラジオ。おお、バッチリ完璧です。はい、よかったよ。Oh.